のラフラフ。みなさんラフラフ、今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。パーソナリティのことぶきみなこです。この番組はカジュアルという意味のラフと笑うという意味のラフをモットーにお送りする、ことぶきみなこの自然体ラジオプログラムでございます。なんとなんとなんと、誕生日前日の放送ありがとうございます。なんか奇跡なタイミングですね。私はこのことぶきみなこのラフラフは、戸松遥香の心ハルカス、はるちゃんの番組と交互にね、隔週でやらせていただいている感じなので、まさかそのタイミングで綺麗に9月16日私でよかった。なんか奇跡、偶然なんですけどね、ありがとうございます。なんか偶然の采配かもしれないんですけどこれ綺麗にはるちゃんの時もそういうタイミングが来るといいですよねって思うぐらい、本当なんかまさに誕生日前日で、つまり20代最後の私。なんかね、あんまり本当にイギリスに来て年齢を考えなくなっちゃったもんですから、そうか20代最後へーぐらいにしか思ってなかったんですけど、そっか20代最後かっていうのをね、ちょっとずつやっぱラスト1ヶ月ぐらいで実感して、お友達からも、え、もうせっかくだからなんかしようみたいな、別に何をするわけでもないんですけど、何もしないんですけど、心に残ることした方がいいよねみたいな話になった時に、そっか20代最後って、そうか10年分今20代は駆け抜けてきたところの、本当に9月16日は最後の日なんだなって思うと、なんかお疲れ様みたいな気分もありつつ、プラスまあ私自身は30代がすごく楽しみなのもあるので、なんかね、そういう意味では未練があるかと言われると、特にやり残したこともすごいあるかと言われるとわからないんだけど、でも20代を振り返ると、うん、なんかいい時間だったなってちょっと黄昏ちゃうところがあるので、そういう意味ではすごく楽しかったんだろうなっていうふうにすでに思ってますが、語るのはもうちょっと早いかなということで早速番組始めていきましょう。ことぶきみなこのラフラフ、今夜も私らしくナチュラルにいきましょう。ことぶきみなこのラフラフ。もしもし、この間スコットランドに行った時にな、やっぱスコットランドってさ、あのタータンチェックが有名なんですよ。ほんまに皆さんやっぱスコットランドで、あの写真とか見ると男性の方がチェックのスカートとかも着て、バグパイプっていうのかな、演奏されてる方の写真とか映像とか見たことある人もいるかもしれない。あれがやっぱ有名で、いろんなタータンチェックにも家系によって全然チェックの柄とかも全部違うから、自分が着てるチェックももしかしたら誰かのお家の家紋かもしれないっていうのがあるぐらい、本当にねタータンチェックの奥って深いんですけど、そのねタータンチェックを使った、まあスコットランドタータンではないんですけど、タータンチェックのスカートをね、ヴィンテージでスコットランドで買ったんですよ。やっぱりもうなんかどうせチェックのものを買うんやったらスコットランドやなと思って買って、そしたらね、あの久しぶりにみなこ、あの荷物入らなくてですねもう買いすぎて服とかを。で飛行機でスコットランドって、ロンドンからやとまあ1時間半ぐらい、電車やとスコットランドもね4時間ぐらいかかるのが、飛行機と1時間半で行けるから、あの飛行機にしたんですけど、荷物制限が結構厳しかったから、あのぎゅうぎゅうに入れるんですけどね、最後そのチェックのスカートがどうしても入らんくて、もう着て帰ろうってなって、スカート履いてデニムも履いてね、なんかもうもう完全にスコットランドに染まってますねみたいな感じで出ちゃってて、若干恥ずかしいなって思っててんけど、まさかねやっぱスコットランドの人優しい。カフェに行ってのんびりフラットホワイト飲んでたら、私あなたのそのスカート好きだわって隣の人がね、帰る瞬間に言ってくれたんですよ。あ、よかったなって、その組み合わせしてっていう、なんかわざわざそれ荷物入らへんかったら着てなかったスカートやしね、ただのデニムで歩いてたわけやから、そう思うと、あ、荷物入らんくてよかったな、いっぱい買ってよかったなって、なんかお門違いやけど、なんかそういうねハッピーな気持ちになれたスコットランドでした。それじゃあまたね、バイバイ。
さあ今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフということで、やっぱりね、お買い物いっぱいしようっていうお話っていうよりかは、誰かに褒められるってすごい嬉しいなっていうお話だったんですね。こう誰も知らないんですよ、その方も隣に座って、私よりも先にカフェに来てて、アボカドのトーストを食べてめっちゃ美味しそうだな、あ、しかもその人もフラットホワイト頼むんだって横目にチラチラ見てて、あ、こういう風にオーダーするんだな、こういう風に会話するんだなとか、あとはスコットランドなまりってやっぱ聞こえがね、やっぱ違うんですよ、ロンドンアクセントと違うから、私にとっては聞き取れなくて、あ、その聞こえづらくて、私にとってはまだまだ勉強の範疇だなっていうところでね、学びがすごい多かったね、その方からね、話を聞いててっていうのがあった上で褒められたから、あのスコットランドなまり強かったけど、多分ね褒められたことは合ってると思うそうで、その私も、あの今日ここで買ったのみたいな感じで言ったら、そうなの、いいわよってすごい言われて、多分ね年齢的には同い年か年下なんだけど、すごいね、やっぱりそうやって気さくに会話ができる、でいいなって思ったことを素直にいいなって思える心とかが、まあ、スコットランドもそうだし、あのイギリスで私はよくねそういうの聞くんですよね、うん、褒めてもらうことが多かったから、なんかそれはね自分にとっても自信になるし、あ、よかったっていう風に思えるから、私もね逆にその立場になって返していけたらなっていう風に思う瞬間がたくさんありますよ。さあそんなわけで、そんなことを感じた20代ではありましたが、そんな私にラファエロからの伝言があります。みなちゃん、お誕生日おめでとうエラー。プレゼントは決めたんだけど、多分今頃は海の上だエロー。エミナコンシェルジュのご褒美も一緒に送ってもらってるから、楽しみに待っててほしいチュン。ということで飛んでいかれました。なんとも、まあありがとうございます。そんなお気遣いをいただいて光栄です。そうよ、ちょっと楽しみにしているミナコンシェルジュのご褒美がね、なんかミナコンシェルジュのご褒美は来るだろうなぐらいに思ってたんですけど、そっか、お誕生日もくれるの、プレゼントもある。いやもう私去年のプレゼントめっちゃ愛用してますから、そのスコットランドで私がデニム履いてチェックのスカートの上に着ていたのはまさにあの服ですからね、パーカーですから、フード付きパーカーを着て、まあ雨がひどかったんですスコットランドも、やっぱりもうこれはって思ってね着てましたよ。それぐらい、一体じゃあ今年のプレゼントはどんなのか、また届いた時にねお話もしたいと思いますし、ありがとうございます。明日には30歳ということで、もう何が変わるわけでもないし、本当に最初に言ったようにイギリスに来たら年齢っていうよりかは、もう心なんだなっていうのを深く感じたので、そこにとらわれずにね生きてはいきたいなっていうふうに思うんだけど、何かをこう自分の指標だったりとか、何か振り返る時の基準になったりとか助けにはなるなっていうふうにすごく思うので、うん、だから改めて自分がここまで歩んでこれたことに感謝、その家族だったり親だったり友達だったりお仕事関係の方だったり、今まで出会ってきてくださった人に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そういうふうに思える、20代最後で本当に良かったなっていうふうに思います。うわ、胸がいっぱい。ということで、それではここからふつおたをご紹介していきたいと思います。最初はこちらの方です。ときわぎさん、ありがとうございます。みなちゃんラフ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 。みなちゃんのラファエロの声が可愛すぎて、たまに現れるたびに悶絶しています。笑い。もっとたくさんラファエロに登場してもらって声聞きたいですチューン。ということで、どうでしたか先ほどのラファエロ。ちょっとこのメールをいただいていたので意識して可愛く読みましたが、どうでしたか時脇さん。ちょっと感想を皆さんお待ちしておりますし、ラファエロはねそういう意味ではけなげですよね。なんかこう離れていてもいつも頑張ってくれて、ツイートもしてくれて、チュンチュン言ってくれて、本当にねエローって言ってくれてありがたいなと思うし、いつも可愛い、それは間違いないので、褒めてこ褒めてこ、うん、可愛いよラファエロ、本当にいつもありがとねってラファエロにも感謝している私でございますよ。さあ続きましてのメールいきましょう。ラフラフネーム爽快ぼっちさんからいただきました。ありがとうございます。ことぶきさんラフ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 。ことぶきさんのお話によく出てくるチャツネ、私はこのチャツネが何なのか全く分かりません。
一度検索しようとしたのですが、なぜかここで検索したら負けだなと思ってしまい、それ以来ことぶきさんのお話のみでチャツネという謎の物体を想像しています。すごい努力。最近になってようやくイメージが固まってきたのでご報告です。チャツネというのはおそらく野菜とか果物とかを煮詰めて作った甘くないジャムみたいなものですね。きっと使う野菜や味付けによって無限の可能性があり、食卓に常にあるくらい定番の食品のはずです。どうでしょう、合っていますか？日本の食卓に例えるとどういう立ち位置の存在なのでしょうか。他にもことぶきさんが最近出会った未知の食品があれば教えてほしいですと。なんかごめんなさいね、爽快ぼうちさん、そんなにチャツネの謎をねえ深めているとは。なんか当然のように確かに私もチャツネチャツネって言ってるけど、合ってます、爽快ぼうちさん、それです。野菜とか果物とかを煮詰めて作った甘くないジャムみたいなもの、まさにそうです。甘いのあんのかな、甘いのだともうジャムになるのかな、多分作り方が違うんだと思うんですよ。ただただそうジャムとチャツネのね。だけど本当にじゃあ何が違うのって聞かれたら、いやえみたいな、ちょっとわかんないし、私が好きなチャツネは基本的にご飯と共に食べるものが多いから、甘いものを食べたことがないからわかんないんですけど、甘いのも事実あります。でも甘くないそのチャツネ、特に私がよく言ってるチャツネはマンゴーチャツネだと思うんですけど、マンゴーチャツネに入ってるのはマンゴーと玉ねぎとあと胡椒とかスパイスとかも入ってて、それを煮込んだ煮詰めたやつだと思うんですね。あと私が好きなチャツネはオニオンのチャツネ、うん、多分オニオンを黄金色に炒めたものからその煮詰めてって、何かあと入れてコンソメ入れてとかで出来上がるのが、なんか多分なんかの工程をあともう一ふんだんこう入れてのチャツネが多分あるんだと思うんですよ、うん、だから結構ねポジション的には私はご飯ですよじゃないかなって思うの。佃煮じゃないけど、うん、つけて食べると美味しいし、まあ、なくても食べれるけどあったらやみつきになるよねってやつ、うん、だと思うな。だから私的には、うん、チャツネかな。あと私が最近出会った未知の食品、未知の食品か、なんだろう、やっぱね結構チーズは奥が深いなっていうのは今も思っております。うん、なんかやっぱゴーツのチーズとかって日本で私食べたことなかったんですよね。そうだからゴーツのチーズの美味しさとかはやっぱすごいなと思う。あとそのスコットランドで言うとやっぱハギス、ハギスは自分の YouTube でもお話ししたことあるんですけど、多分羊の腸詰めかな、うん、のお肉のミンスっていうかミートひき肉的なやつを味付けしてるんですけど、最近のちょっとモダンなフレンチとも言わないかなんて言うんだろう、スコットランドのコース料理みたいなのを食べに行ったんです。スコットランドに行った時にそれで食べたハギスはね全然癖がなくて食べやすかったですね。基本ハギスはね結構ウイスキーと合わせてちょうどいいぐらいな味の癖がやっぱ臭みとかも強かったりするから、得意不得意はやっぱどうしてもあると思うんですけどね、すごく今回食べたハギスはすごく美味しかったなって思います。そういうのが未知の商品かもしれません。ということでメールありがとうございました。ことぶきみなこのラフラフ、20代最後の日特別企画みなこクイズ。うわーめでてー、マジことぶき感すごいですね。ということで今日は20代最後の日、20代の私を振り返ってみようということで、これまでの私の目標や考えていたことが分かるようなクイズが穴埋め形式で出題されます。空欄の部分を当てつつ、これからの自分はこうしていきたいみたいなことを話していけたらなというふうに思います。私ちょっとね語りがちですから、いっぱいすでにあったと思うんですよね。だからそう20代の中でもいっぱい語ってたところからクイズになって、さらに、まあ、このこれからの私にこう思いを馳せるということで楽しみ。このクイズは主にブログからの出題なということなので、本当に今までの私も振り返りつつ、いや素敵な企画をありがとうございます。どんなクイズが出るのか本当に楽しみです。では皆さんもぜひ一緒に考えてください。早速始めていきましょう。第1問お願いします。
2012年のブログからの問題。21歳って20歳に比べてインパクトは少ないかもしれないです。でも着実に年を重ねるということで私は進んでいます。ちょっと待って、恥ずかしい。ブログの朗読ほんと恥ずかしいんですけど。だからそれに見合う人になりたい。頑張れ私、読もう。20歳でもらった経験や課題を少しずつ活かせるように頑張ります。21歳は〇〇をなくしたいです。生活でも食べ物でも何でも、ということで。え、これは好き嫌い、え、そういうこと、そういうことってことは、あ、わかりました。食わず嫌いをなくしたいです。やったー、正解。21歳は食わず嫌いをなくしたいです。生活でも食べ物でも何でも、と。これすごい。え、ちょっと待って、ずっと続いてる目標かもしれないです、それ。結果ね、イギリスに来てさっきのハギスの話をしたように、私そうやってちょっと苦手かもって思うものも、まあ食べれるようにはなったんですよ。だし食べようっていう食わず嫌いもなくなったから、食べようっていう風にできるようになったんですね。っていうのはもう最大の本当に進歩だなっていうのは、この21歳の成り立ての頃の私のブログを見て思います。それは引き続き、うん、大事にしていきたい感覚だなっていう風に思いました。では第2問お願いします。2016年のブログからの問題。本当に24歳はあっという間で楽しかった思い出がたくさん。なんかちょっとノリが変わりましたね、テンション感が。あれ、もちろんいろいろ考えたり悩んだりありますよ、人間だもの。みなこだね、みつおじゃなくてみなこ、はい、みなお。でもそれが今は少しずつ確信に変わり、しっかり歩き出せている気がします。あと24歳のうちに気づけてよかったことはたくさんあるのですが、その中でももっと丸々をしていけたらいいなと思いました。ここにいられるのも、ここで笑っていられるのも、本当にみんなのおかげです。私と出会ってくださったみんなのおかげなんです。なのでいろんなことを大事にしていける25歳になりたいと思いますよ。どうした、この時のちょっとキャラが若干違いますね。その中でもっと丸々をしていけたらいいなと思いました、と。ほにゃららら、なんだろう、3文字ぐらいかな。え、恩返し。あー、恩返しをしていけたらいいなと思いました、ということで。間違いない、それはね、本当にインプットアウトプットをしながら常にやっぱ思うというかね、自分一人で生きているわけではないじゃないですか。やっぱみんな心配してくれるし、逆に私が誰かを支えられているかもしれないし、どこかでね、このラジオを聞いて笑ってくれている人が元気になってくれていたらいいなっていうふうにやっぱ思いますし、何かしらでね、恩返しはできたらいいなっていうのは引き続き思いますね。何だったらできるんでしょうか。これからも模索していきたいと思います。あー、ちょっと面白いキャラでしたね。そしてじゃあ続きましていきましょう。もうドキドキする。お、2018年のブログ、これ最近じゃないですか。3年前ですね。あっという間に27歳に。27歳の初日もあっという間に終わりました。ちょっとね、アホっぽくないですか。あっという間に27歳になって、27歳の初日もあっという間に終わっちゃったと。はい、なぜならついに念願だったウルトラジャパンに初参戦できたから。Z 様に会った時だわ。フェスも雨の中も初めて Z 様。言ってる、びっくりした。今私 Z 様っていう文字見る前からもう Z 様だと思ったら、 Z 様を拝見し、曲の流れ、展開、演出、何をとってもやはりかっこいい。勉強しつつ楽しませてもらいました。そうやって一つでも夢だと思っていたことを現実にできる一年にしたいです。変化とはよく言うものの、実際に意識的に変えるってなかなか難しいこと。そのためには本質的に必要なこと、大事なものをちゃんと見つめながらそのために行動する、ほにゃららにならない一年にしたいです。ちょっと変わったね。なんか今まではになるような一年にしたいって、こう叶えてく感じだったのが、にならない一年にしたいって、こうちょっと減らして形を変えて実らせてくっていう断捨離をし始めたのか、なんだ、何々にならない
え、でも無駄にならない1年ってことですよね、つまりはね。あ、違うんだ。3文字だそうですよ。3文字、大事なものをちゃんと見つめながらそのために行動する、他人軸にならない1年にしたいです3文字だけど違うんだって。何々にならない1年、大人にならない1年にしたいです。何ですか正解は。おー、つもりにならない1年にしたいです深いんですけど、ちょっと待ってもうさ、本にちょっと一瞬、なんか自分で言うのもなんですけど、なんかちょっとそこだけ本にしたいですよね、なんかあの、つもりにならないとかっていう文章だけを書いた、やっぱ西野さん、近郊の西野さんの本とかってそういうのありますよね。あの名言だけを多分1ページにドーンって書いて、その後内容を深く掘ってって、でもその深く掘ってっても2ページで絶対収めるんですよ、ちゃんと読みやすいように。でさらにまたドーンってこうワードが来るみたいな、で心に残ったワードをスクショして、あの待ち受けにしたりとか、あとポスト、その投稿しやすいように、宣伝しやすいようにするっていうので、この多分つもりにならないはそれに値すると思う。ちょっと自分で言うのもなんだけどうわー面白い。いや、つもりになってました、すいません。もう分かったふりしてましたね、今も。なんか美奈子さんのことをちょっとびっくりしちゃった。そうですか、2018年、なるほど、3年前はそうおっしゃっていたと。さあ、ここは残念ながら当たりませんでしたが、ラストは当てたい。さあ、2019年1月1日のブログからの問題。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年はいい意味で自分をうーん年にしたいと思っていました。この年齢まで来ると言わずもがなこれという食べ物をチョイスしたり、お洋服の色をゲットしたり、今年はスフィアも再始動の年だからこそ見つめ直すいいチャンスだとも思って、その目標を掲げました。ちょっとつ盲信にぶつかって壊す、そして立て直すみたいな、自分自身を極めるための一歩も踏み出せるように頑張りたいと思います。覚えてるんだけどな、フィーリングはめちゃくちゃ思い出すんですよ。あ、こういうこと感じたからこういうこと考えたとかもね、思い出すし、やっぱ言ってるよね、食べ物のチョイスも言わずもがなこれとかって言ってるのを変えたいと思っているっていうことは、本当に21歳の食わず嫌いからもここまでつながっているのがもう証として残ってて、逆に感動しちゃった、はあ、それはなんか一心に貫いてるんですね、ことぶきさん。で、いい意味で自分を壊す年にしたいみたいなこと、自分を、でも意外と長いですよね、自分を、あ、見つめ直す、違うのか。あ、でも見つめ直すって言ってますもんね、その後もね。さすがに重ねないよな。いい意味で自分を信じない年にしたいと思っていましたほぼそう、疑っていくとじゃうわー面白い。今年はいい意味で自分を疑っていく年にしたいと思っていましたと。ちょっとなんか言葉のチョイスが常に何、なんか名言を別に作りたいと思ってるわけじゃないのに作ってたんですね、なんか面白い。何、はあ、朗読するのも恥ずかしかったですけど、でもこうやってね、なんかまさかいろんな10年があったんだなっていうのをやっぱ自分では見返さないわけですよ。だって多分むしろ読んでくださってありがとうございます。なんかきっとくだらないことを書いてる瞬間もいっぱいあったでしょうに、なんかそれを見るだけで10年分の誕生日とお正月ぐらいのこう目標を掲げがちな場所をかけ2かけ10見てくってもと20個ぐらい20記事ぐらいね読まなきゃいけなかったわけですから、ありがとうございます。なんですけど、なんかこうね、自分ですら読まないことがこうやって残って、しかも振り返ると意外とその過去の自分に救われるというか、ハッとさせられる瞬間は今回たくさんあったので、なんかちょっと30歳を記念に読んでみるのもいいかなとも思いましたし、皆さんにも改めてね、私を知っていただいて、そしてまた30歳の美奈子をちょっと楽しみに、どんなことをじゃあブログに私が
明日9月17日のタイミングで綴るのか、ぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。引き続きことぶきみなこ30歳もよろしくお願いします。ことぶきみなこのラフラフ。お送りしてきましたことぶきみなこのラフラフ、そろそろエンディングのお時間です。いやー、なんかもう体が熱いですすごいね、恥ずかしさも相まってですけど、テンションも上がりました。私そういうこと言ってたのねみたいな。やっぱ独り言とブログが最長だと思うんですよ。まあ独り言の方が長いのかな、ブログより。でもすっごい長く、やっぱ10年以上続けさせてもらってるものってやっぱなかなかないから、ああやってねブログでも途中でちょっとキャラチェンジしてる部分も模索しているところもあったり、そしてそのままでも言ってることは一貫してたんだなっていうのはなんか安心しました。うん、ちょっと言い方がどんどん変わっているけど、言っていることとかはこういう方向性なんだなっていうので振り返れてすごく良かったです。貴重な機会をありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ大募集中です。番組の感想やメッセージなど何でも OK。 いや、これの感想もね、特別企画の感想もぜひお待ちしております。裏吹きホールでの私からの質問は、お仕事あるあるといえばです。お仕事の推しはですね、推す方、人や物何でも OK でございます。オタク活動している時のあるあるを送ってください。皆さんが思う回答楽しみにしてます。メールアドレスはみなこ@secondshot.jp、 みなこ@secondshot.jp、 みなこは数字の375。たくさんのメッセージお待ちしております。そして番組では公式ツイッターやってます。ラファエロー、今日久しぶりにね登場してくださいました。本当にそんなラファエロがことぶきみなこのラフラフの公式ツイッターやってくれて、つぶやいてくれてますので、ぜひことぶきみなこのラフラフで検索してフォローしてください。なんかねこうやって時々出てきてくれるラファエロなので、また登場してくれる、そうね、そのプレゼントがとご褒美が届いた時にはきっとまた出てきてくれるんじゃないかなってちょっと期待しております。なのでツイッターもぜひよろしくお願いします。私からのお知らせです。 YouTube チャンネルことぶきみなこのマジことぶき、そしてスフィアの YouTube チャンネル、スフィアの4カラーズラボをぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いします。ということで、そろそろお別れのお時間です。あー、20代最後ということで、ある意味ラフラフと共にいる時間も20代でしたから、もう全部が20代だったから、やっぱり感慨深いですよね。なのでこれから一体どんな私をお届けできるのか、はたまた全然変わらなくていいねっていうことももしかしたらあるかもしれないし、どんな時間を皆さんとラフラフリスナーの皆さんとね紡いでいけるのか、これからも楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします。ことぶきみなこのラフラフ、ここまでのお相手はことぶきみなこでした。またね、ラフラフー。